どうも皆さんおはようございます。松本バチと一輝でございます。おはようございます。突然ですがおはようございます。はい、急に現れてしまいました。なんと今回は大都会川崎というのもですね、本日が11月の21日なんですけども、うん、昨日の11月20日、お昼過ぎぐらいかな、うんね、夕方前ぐらい、明日のホール決まりましたのでナスママお願いしますと DM さんの方から連絡いただきましてですね、すごいですね、前日にやるが決まるということで、なかなかない、もうさすがにだろうと、いや決まりましたね。完全に油断して酒飲んじゃったもんね、昨日ね。やってこいというか、私は死ぬほど原稿が残っちゃってるということで有効集なので、だいぶ今日当てにしてたかった、気が気じゃないですけど、終わってから頑張ってください、はい、終わってからそうですね、はい、なんでまあ神奈川ですし、あの9時回転ということで、うん、まあ、お互いその別にね前乗りするわけでもないですし、うん、なんせ連絡来たのが昨日ですから、ここからスタート、ということで、今日は別に何もなく、だから逆に何をすればいいですかっていう話にはなるんですよ。まあ、まあそうですね、新しい台をやるか、せっかくだからまあ古い台やるかのどっちかに触れる。一応じゃあ今回は何打つかは別として、うん、久々にこれやりますね。じゃあナスママビンゴ、ああ懐かしい、演出ビンゴ、みんな覚えてますか？市川さん書くんすよね。俺が書くんです。俺がその打つ台に決まったらそれの演出とかを、うん、ビンゴにしてやるんだね、揃えようよっていう企画です。オッケーオッケー、ちょうどいいですね、はい、ちょうどお手軽ね、何やるか分かんないから俺も今度はまあちょっとせっかくなんで、買って帰りたいと思います。うん、ビンゴ、あれビンゴってあれ達成者何かもらえるんですか？もらえんだっけ？賞賛、賞褒められる、うん、賞賛、はい、やるぞ、はい、やるぞ褒められるぞ。いるな。俺めっちゃあれじゃない？俺めっちゃいい、早くない？そう、これね、番号より早く入れるから絶対。おはようございます。お願いします。ありがとうございます。あ、T さんがかわいい。おはようございます。あ、やっぱみんな北斗やで。ほんとだ。とりあえず最初北斗1台打ってみる？いいよ。じゃあ角の北斗打とうよ。おお、角入ってるわ。角開いてる。でも昨日111回ベルはね、名店だからね。あ、入ってるわ。入ってる入ってる、うん、回数ついてる、うん、じゃあですね、うん、ビンゴをね作んないといけないんですけど、初めてね北斗天章打つんで、うん、機種解説とかしてる間に私がビンゴ作りますね。なるほど、はい、あの市川が北斗打ちました。もうそれがね、うん、まあまあ打ってます。あ、そうですか。じゃあ大丈夫だ。とりあえず回してるわ。じゃあ、はい、めちゃめちゃ打ってます。昨日も打ちました。なら大丈夫だ。もう基本的に別にもうね、もういろいろ出てるからそんな基本ゲーム性はいいと思うんですけど、はい、まあ、チャンスゾーン2つあって、でそこから投進ボーナスを当てて、違う、そうそう、激闘ボーナスを当てて、激闘ボーナス3連勝で、AT、そうですね、天章ラッシュ、新天章ラッシュに行くんですけど、まあ、通常時は何してるかっていうと、このポイントを貯めて、こちら世紀末モード、世紀末ゾーンか、世紀末ゾーンに行くか、ゲーム数回すことで断末魔ゾーンに行くか、でその間に勝負玉を貯めることによって、激闘ボーナス勝ちやすくなると、まあリゼロをイメージしていただければ分かりやすいという形のゲームになってて、まあ、おなじみの中押しすれば子役も簡単に見抜けて、まあ、ですね、レビンさんからね、その逆押しのレア子役一角みたいなところも習ったんで、まあ、勝負どころで出していこうかなと思います。まあ、構成ってはとにかく特徴としてはまあ、はまりにくくて勝ちやすいみたいな、そうっすね、っていう分かりやすい6のデータだともう すげえ勝率高いみたいなね。6はもうガチガチに勝てるっぽいね。 100% 勝てるみたいな。でもなんかデータ見てったらそれこそ160、170、180、うん、回数ついてるのがあって、ここ 2,3 日でこれ多分6入れてるね、うん、普通に。
シャチが外歩いてる100ゲーム間はレア攻略、基本的には中段チリ、まあ、強チリで勝負球貯めていくんですけど、この100ゲーム間だけは例えばスイカだったら当てたね、スイカで1個スイカだったり、あとは弱チリチャンス目とかでももらえるから、この100ゲーム以内にね何個勝負球貯めとけるかっていうのもねかなり勝負。よし、ビンゴがやっと完成しました。非常に難しかったです。こちらの読み上げるわけにはいきません。ビンゴになっております。本日は、こちらですね、本日の品揃えは、うん、まあ、これはよく出るよね割とね。よく出るやつ。意外とこの辺がね最近割と前とはちょっと違う。お、まあ、これはまあまあ多分これでこれはいくんですか。これはこうこうこうで、あとこれもねまあまあ高確率でいけると思うんですよね、これもね。はい、それでは皆さん、こちらが今回のビンゴです。やばい、石川君がいじめられてる。俺じゃねえわ。あんなアイアンクローされてないかな。最近出た6号機、まあ、今まで見た6号機の中では僕割と打てる方っすね。うん、猪木、リゼロ、そしてこのホットって考えた時に、まあもちろん入ってる台数もあるとは思うんですけど、一番北斗が甘く使われてると思う今は。設定がね、この11月の下旬現在、とにかく北斗はやっぱ入ってる今は。わかる、だから俺も北斗打ってるんですけど、それこそもう私はもう今日の書く原稿のドア玉に書こうと思ったんですけど、もう問題は、ホールがこれでどうやって儲け出していくかってことだと思うんですよ。確かにこの先は全然儲かんないだろうねこれね。やっぱなんだかんだ言って我々はもう全員が全員勝ちたいと思っていくけど、それではもうね絶対営業は成り立たないから、我々がその選ばれし勝者になるためにみんな全員そう思って打ちに行くですわけですけど、だから自分たちも敗者の役割を担うあのタイミングがなければならないんですけど、まあ絆に関しては結局高設定だと思って追わされてるうちにすげえ負けるってあったじゃないですか。はいはい、それがねなかなか起こりにくいと思うんだよね、コイン持ちが良すぎて。そうね、まあ、そこがこの先の課題なんじゃないかなとは思いますね。ただ今、まあでももうこれが流れる頃にはもう間に合わないかもしれないですけど、もう今はとにかく多分どのホールでも勝ちたいって言ったら北斗打つべきだと思う、間違いない。正直、まあ一時の番長3状態というかね、ここがメインですよって分かりやすいですよね。飛ばすわけにはいかないからね、マジで指針にはなると思うよ。北斗20台とか、うん、まあなんだろう、まあ、ここそんな台数多くないのに17、18台入ってるじゃないですか、うんうん、あもうメインですわっていう台数を入れておきながら、うん、全然北斗に高設定で入ってね店は、うん、終わりです、ね、あのね行かない、もう行かなくていいと思う、うん、終わり終わり、この時期に。というわけで断末座ゾーンはレア子役とリプレイの成立時逆押しで友図柄が何個止まるかと。ただこれがね最初からもう絶対買ってたよねっていうパターンがおそらく存在するんですよ。ありますね、まあ、いわゆる確定チャンスゾーンといいますか、結構まあそういうところでやっぱ設定差が顕著に現れるんじゃないかなという予感もしてるんですけども、まあね、おそらくなんですけど、まあ、3つは勝利濃厚って言われてるんですよ、揃うのは。なったことある？俺揃ったことはない、まだ。僕もないわ。で、2つがようやく、これ多分1個で下手に、まあ、5% とか期待度だと思う、多分。あ、そうなんだ。でも勝ったこともある、実際。で、2つで 30% とか 20% とかなんじゃないかなって、うん、打ってる感じだとかね。2つ結構負けるよね。負ける負ける、全然負ける。でも、こうやってバトルに飛ぶだけで、このバトル中、成立薬で抽選してるからチャンスにはなってるんだけど、この断末魔はもともと当たってるやつではない。飛ばないといいでしょう。まあこれが永遠に繰り返すね、これを永遠に繰り返すゲームです。とりあえずはここで七星がたまるので敵末ゾーンにも行きます。早いね、たまんの。300で早いね、めっちゃためた、早い。
おう、オッケー、満タン。でしかも勝負玉が1個以上もらえると。飛ぶ進化へ。勝ってねえな多分。オーラも普通、白文字明らかにまだ勝ってない。中杉青文字出るよね、青文字くらいはね。青文字、そうね、あとデカオーラいろいろ出たりしますけども、これはまだ勝ってないですね。自力で勝ってくださいとのこと。結構ここで強チェリーね叩き込んだりしてもね、全然歯が立たない感じ。バトル中の強チェリーは確定ダメ。バトル中はね、ここで強チェリー叩き込んでも全然やっぱダメよね。俺実際このまだ、うん、この世紀末ゾーン、世紀末ゾーンで中段チェリーで飛ばしたバトル俺まだ負けたことないからね。俺2回ぐらいやって2回とも負けたな、うん、だ多分それなりに期待度はあるはず。あるんだね。なんでじゃあどうすりゃいいんだよみたいになったもんね。おい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 、今度の断末魔はどうかな。チャンスアップです。負けてる、これは負けてる。パンチ。じゃあそのパチスロとさ、はい、パチスロじゃない台、ヒント出します。台と、そう、台と台じゃないやつの割合をちょっと教えてくださいよ。割合、そうですね、割合的には 7-3?2-8? なるほどね。ぐらい、ほとんどパチスロですね。じゃあ2個はパチスロ打ってなくても達成できるやつ。そうです。あら、そうなんですよ。これしがちっていう、大丈夫、指パキとかしなくていいの。やったことねって北斗打ってる時に指パキとかしなくていいの。パキパキってパキパキチェリー対応。あ、服破らなくて大丈夫。あ、破らなくて大丈夫。パッつって破れねえから、まずスイカ対応じゃねえからよ。これ満タンにしちゃいたいな。とりあえず出すわ、先に弾を。おいじゃあ、モードミドでここでとりあえず。あ、そうですね、多分そのこのまま多分激闘が出てくると思うな。マーチーヌ一応飛ぶのかな、頑張って飛ぶわ。さあ、ここにもね、ミッションビンゴあるかもしれませんからね、気をつけてください。ここにはねえよ。なんでだよ。4 4白、え、負けてる。え、まあ、まだってことだよね。まだってことだよね。いや、そんなはずない。はけった。あー、急に激アツ。バイー。あー、惜しい。 OK、 636ゲーム本日初の激闘ボーナス。ね、こっからいろんなビンゴがある可能性ありますか。狙ってってくださいよ、自ら。ただただ打ってたらただのバカですからね、これ。任しとけ。狙ってってくださいよ、ちゃんと。だからこれが、だからどっちを選ぶかとかもあるわけだね。そのキャラクターのあれとかもあると。鋭い、さすが。さすが松本さん。鋭い。そのぐらいしか書くことねえんだから、絶対。鋭いな。まずは世紀末から行くわ。世紀末の方が名前わかるから、絶対世紀末の方が多いと思う。あのね、G 書くのが大変だからね、G 書くとかね。勝負なまず最初はこっちなんや。でこっからが 50% 振り分けなわけ。へー、知らなかった。オッケー。ブルブルするからね。え、これそれボタン押した時に決まるのかな。やっと分からん、その振り分け分からん、その抽選タイミング分からん。おー、バカ。あれ、あー、俺寄った、右に寄った。レベさん、レベさんかよ。レベさんはリプレイでも 35%。 あ、レイプ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 、なんでなんでなんで、百列出てる。なんでなんでなんで、確定確定、なんで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 、なんで確定だよ。そういう振り分けみたいな、俺がね、よく分かんねえんだけど。え、俺これなったことない一回も。俺これね、どうだったかね、百列ってここだけだったかな。で、V が出てくればもちろん確定なんだけど。あ、ここだけ、もう AT 確定とかじゃなく。でも確かこれラストまで行った気がするな、ドア玉から流れる。見てみましょう。さあ、ラオ
さっき言ってたその逆押しのレア子役一角打法なんですけど、はいはいはい、あの知りたい。バー北とか七坂どっちでもいいんで、この上段付近早めに押すで、うん、これと1個増した七と北斗がここに止まった時が、はい、もうレア子役以上。へえ。スイカか中段チェリー、弱チェリー。あ、じゃあここでやるとすごく楽しいね。そうで、スイカからはチャンス目もある。はい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 、チャンス目とあのリプレイは、まあ、上段リプレイからチャンス目かリプレイ、うんうん、で追加中段からここからまたチャンス目が出たり、あと追加と上段からでチャンス目は、ね、いろんな形が結構まだ残る。なるほど。フラッシュで分かる。あ、これ熱いね。これ、ね、勝ってなかったら熱い。リプレイ以上だから。熱い、スーパー熱い。あ、これあれだ、トモリプレイだ。へえ。あ、ここで、あ、来た。あ、V 出てるわもう。あ、例えば今のがこれがもしも V じゃなくて普通の勝利だったとするじゃん、はいはい、勝利だった時にこれがもしも中段チェリーだったら一気にここまで確定するっていう追加だね。 V もうドア玉から当たってたよ。 OK、 初めて見た俺。 V なったことないもん。よっしゃ、 OK。 うめえ。北斗ぞろい来い、北斗ぞろい来い。これ勝手になるのここで。北斗ぞろい最終のらしい。見たことない。はい、これもない。これね、ゲーム性は正直まずはこっちでやった方が分かりやすいのよ。とりあえずは修羅でやるわ最初。わあ、うん、最初は修羅でやる。ちょっとゲーム性説明するために修羅でやるわ。なるほど。まずはな、ラウンド中にこう駒をやっていくんですけど、でこれの色が高いほど、期待度が高いと。で最終的にジャッジメントの対決のところで成立役に応じて、毎ゲーム毎ゲーム抽選していくんですけど、その抽選の期待度を表しているのがこの駒の色なんですね。っていうのをあの世紀末モードの方でも同じことやってるんですけど、世紀末モードの方はそれを中身をもう完全に隠してバトルでやってるっていう。え、絶対世紀末モードの方があれだと思うよ俺。だって市川さん名前分かんねえと思うもん。何がこっちの修羅のモードのキャラ。あー、まあシャチとか一応僕漫画描いてたんで。あ、読んでたんです。前回持ってます僕。あ、そうなの。だから知ってるは知ってるけどね。あ、そうなの。じゃあ俺より知ってるわ。これ誰？かよう。あ、早っ。知ってるわ。知ってるやん。ただそこまで覚えてないもん。はい。まずはね、まずは。あ、いたー。珍しい。で、こっからは勝てばラウンドがもらえると。で、ラウンドがもらえればもらえるほどこの駒を色を上げるゲーム数が増えるから、子役引くゲーム数が増えるんで、より伸びやすくなるっていう。そうですね。3個とかあると結構ね、嬉しいよね。ここは欲しいよ。なかなか3個いかないけど。よし、あ、負けた。え、ラウンド 1? 1個だ。これやべえな。うん、ラウンド1やばいね。あ、ここでもらった。よしよしよし。じゃあ2だわ。うん。そこをちゃんと引けるかなんて。あ、火曜だ。あー、出たー。はい、エクストラー。はい。出んのがクソ早いからね、これマジでね。6枚あるからね。気持ちいいんだよね、それが。あー、紫なり。あー、熱い熱い。はい、1個目の V。とりあえずここもラウンド2。あー、来た、3つ行ける。ここはもう濃厚。うわー、すげー。3はでかい。3以上は見たことがない。どうした、俺全部 V 見たことあるよ。それすごいよ。3までしか俺ない。あ、赤背景、これいくな。え、4も相当すごいけどね。よし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 、相当すごい。ラウンド4スタート。すげー。よい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 よ。まだ埋まってねえの。じゃあそれだけ教えましょう、うん、一つも埋まってません。えぇ、ー、はい、ちょっと割とアリエルの、あの結構ね王道系なアリエルやつ並べたんですけどね。復活があるな多分。うわ
こすいな、絶対思いつくも復活ケーンを出すあるね、ケーンを出すあるね、あケーンを出すがあるんであれば世紀末で打った方がいいな、無駄に日大出てないね、うん、無駄ではない、無駄に日大出てない、無駄ではない、学んではいい、だいぶいいね、だいぶいいね、これ、いや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 、だいぶいい、贅沢贅沢贅沢ラウンド、緑、あー贅沢ラウンドですね、これ、これはだいぶいいですね、これ贅沢ラウンドですよ、だってあと1ラウンドなんだから、これやばい、ありがとうございます、ありがとうございます、コーヒーいただきました、ちゃんと甘いのブラックビト、素晴らしい振り役、これコンプリート、よし、これは取れるぞ、かなりリーチワーン、なんていう顔めちゃくちゃ好きじゃんお前なんていう顔してる、あい、はい、ナイス、あ風吹いてます、いやー下から風吹いてます かっこいいシャチ、あーやられてるやられてる、ウィンちゃんがキャース、オッケー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 、ラウンド3、ちょっと一回変えるわここで、うおーすごい狙いにいってる、ただぼちぼち正直レンチャンの限界来るんじゃないかと思ってるんですけど、パパパパ上がんねえな、これは芯が出てくるパティンじゃねえか、死んだ、あ出てきた、サラサラの髪、サラサラの芯、サラッと負けっかんな、ここ子役いるかもしれない、何か負けんなこれ、負けんなこれ多分何か引かれたら負けたな、あーいったかこれ、やらかしてたもん、何にも引けてない、あーべし、負けるときはあっさりだよね、流れ星が流れたら復活、はいはい、流れないと、ちょっと枚数先に書いておかないと、ボタンを押したときに消えちゃうからね、731枚セズンシン、あ出方が美しいな、奇数しさ、つうかこれ6号機のあれだな、演出ビンゴは当たりの回数があんま取れねえから意外と大変だな、これ当たった時のやつは完全に完全に盲点、しかもさ演出上ってなってくると北斗の場合完全に2周ずつあるから完全に盲点、そうなのよね、意外と大変かもしれない、あの仮面かぶった2人組だめ、だめちゃくちゃ強い人に仮面外せるの、クラウコリは、あ、そうなの、みんなそれ以外の人たちはみんな仮面かぶっとかなきゃいけない、ってことはこいつらも強いってこと、こいつら実際修羅の国兵いないけど、あ、こいつら修羅じゃねえわ、あ、来た来た来た、100列来た、100列来たね、さあ100だべこれ、とりあえず100、はいはい、はい、埋まった、はい素晴らしい、はい埋まりました、ビンゴ1コンマ埋まりました、今よかったですね、完全にいただきました、100、1つ確保いたしました、これね、やっぱりこうビンゴなんでいかに真ん中を抜くかなんですよ、そうですか、いかに真ん中を抜くか、9コンマですから、そうなりますよね、そうなんですよ、真ん中はちなみにパチソーに関係あることですか、関係あります、真ん中はなんだ、真ん中なんだ、真ん中なんだ、パチソーに関係あることで、ま、一応だから埋まりやすくはあるわけでしょ、そうです、出やすいやつにしてます、でもまだ出てないんでしょ、それはもう何とも言えないし、出てんなこれ出てんな、出てんな、今の感じ、あまり進化あ、ラウンドだ、ありえる、ワンチャンある、ああナイス、もらうパターン、通常時もちゃんとだから考えて打ってくださいよね、
北斗の拳シリーズの人のモノマネをするとかあるかもしれないじゃないか。俺できるやつねえよ、だって一本も。何、最初からできねえって諦めるバカどこにいんだよお前。猪木のやり方や。俺モノマネできんのあれだよ、最後の戦いでケンシロウがとどめのボディーブローを放つ前にラオウが喋るセリフは真似できる。うん、手に入れせいケンシロウ。ありますね。フンフンフンボコー、ありますねっていうやつだよね。ケンシロウ飯とかありそうだな。ギク、ね、あ、でも川崎で別に、え、吉野家食べるって書いてない、もしかして吉野家あ、俺今日入場した時入り口にある横にある吉野家見て、うわ吉野家あんじゃんって俺言ったの覚えてるから、え、それに引っ張られて書いてね、もしかして昼吉野家行く。チャンスめきだこれな、あ、白文字か、何個まで行くかだ。5、4、3はいくだろう。3、2もいくや、2、1、1、1、1、1なし。1行かないの。あ、え、人もらった、もらいました。今のでこれ多分かなの可能性はある。よっしゃ、今ので行った、うめえ。弱者の心など貴様には分かるまいってかっこいいセリフだよな。カイゼル、イエーイ、この拳握るのかっこいい、イエーイ。よし、とりあえずは勝負でも9個、これは勝ちたい。出玉はまだあるよ。ファイゼルバトルショート。さあさあ、ですね、これも大事ですよ。俺絶対ジャギ関連あると思うんだよな。うわあ、さすが。だから正規罰いくよ。ジャギって書きやすいもん。さあどっち？オッケーオッケーオッケー、チッ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 チ、あ、いいよいいよいいよ、強い、いい塊、あ、いいよ、いい方より、いい方より、あ、右に行っちゃった、このクレベル4、あ、右に行っちゃった、おい、行きすぎやろ、右に突っていく、あ、おい、右、あ、これクレベル4、さすがに右に行きすぎだって、まあまあすけどね、まあまあすけど、あ、2個上がった、8だ、とりあえず8、まあでもそれはね。じゃあジャギ来た、じゃあここで、まあ、レバーオンの時点で 60% 勝利するんですよ、はい、でってことはジャギと戦ってる間に強チェリー引けば 60% で AT 確定するってことなんですよ。なるほど、花見で、あ、リリオ白文字じゃねえか、さすがに。まあリプレイあたり引いておきたい。危ねえ、流したと思った今。もうこれはでもそのあれでしょうね、確定し、危ねえ、おー、マジ、嘘、最後今勝った、嘘、いや、チャンスアップ出てなかったもん今、危ねえ、危ねえ、へえ、見れるってのも面白いもんね、これ見れるの一番面白い、ほんと。おお、2個、おお、2個、これ2段階あって 25%、 大事、ここ引けるわ、ドア玉引けるよ、ドア玉 25% 引けるよ、ラオだ、来た、さあトータル期待度 71%、 はい 40%、 ああ文字白のまま、あ、大丈夫これ、いや怪しい、すげえ怪しい、一応青文字、青文字、青文字、あ、ベルか、
リプレイ。あー、いた、アップデー。あ、こうやって見れるんだ。そうそうそう、あのこの画面で知らなかった、知らなかった。勝利ケーキ出なかったら復活なし。へえ、知らなかった。アップデー、リプレイで勝ってる。ドキドキさせんだよ、ドキドキさせんだよ。まだだ。よし、あと1回。さあ、あと1回。さあ、もうここはもういつでもいい。戦ってる間でも今でも強調で引けば確定。あー、3戦目で負けるありそう。セイントセイヤの流れ崩して3戦目で負けるか、初戦負け連続みたいな、なんかそういうの絶対あると思うな。うわー、鋭いね。ここだけは絶対負けちゃダメなとこだからねって今口にしようとして今分かってふっと思った。いや、これミッションをね、叶えたいか出玉が欲しい。いや、そうだよね、ミッションが欲しい。別になんか褒められるやつだ。サウザー、微妙だな。いやこれはね、リプレイ以上は確実に、まあ、12% だからね、8分の1ぐらいってことだもんね、うん、で、1打目は 15% と 12% を同時に抽選するから、だから常に 12% 以上は抽選されるってことだよね、うん。12%。あー、白文字、しかもサウザー先。あー、これまだ負けてる。まだ勝ってない、まだ勝ってない。これまだ勝ってないよ、絶対。負けてる、まだ負けてる。12%。あからさまにセリフね、赤とかなるからね。さあ、勝負どころ。やばい、うわー、まずい。ラスト1だ、ラスト1勝負だ。12%、ここで引くしかない。さあ、勝ってないぞ。うわー、外れた。ああ、負けた。これはしんどいよ。あるよねこれ、ビンゴに、これでビンゴになかったらマジただのピエロだよ。あー、うめえ。そういえば昨日さ、俺朝起きてさ、うん、朝起きたらさ、まあ、うちの奥さんがさ、まあ、掃除したわけですよ、うん、もう子供とかもみんな保育園行ってる、私だけ遅く起きて、そしたらすごいさ、すごいなんか悲しい目をして知ってたわけ、うん、奥さんが、うん、俺のこと蔑むような目で見てたわけ、うん、えっと思って、何だろうって思って、普段ほとんど見ないのにふわーってフェイスブック見たの、うん、そしたら通知で、うん、あの嫁が誕生日だったの、うん、うおっやばこれ完全に忘れてたの、完全にやば、完璧に忘れてたの。それはお前よくないよ。それで あたかも覚えてたよって感じで誕生日おめでとうっつって起きて、無理だよ、無理、無理だよ、もう朝がもう覚えてた感じは無理だよ。ただうちの奥さんはね、まださすがなんですよ。なんだ覚えてたのか、バカじゃねえか、バカなんだよね。なんだじゃねえよ。これ覚えてなかったら俺、あの、私激ギリしてやろうと思ってたんだけど、覚えてたんだ。なんだ、覚えたんだ。助かったね、ギリギリセーフみたいに言われて、セーフじゃねえ、アウトだよ、ふーと思って、アウトバレてねえと思って俺何も用意してないだろこれ最近母ちゃんとか、なんだ、母ちゃんのなんか友達とかも見てから、あんま強く言うとバラされるんだけど、これバカだなと思って俺、なんだ覚えてたんだなんだ覚えてたんだ、でも危うく切れっ子だったよみたいな。可愛らしくてええやん。当たってる。 OK OK。よっしゃ、これ絶対入れよう、入れて飯食い行こう。うわ、これ怪しい。さっきの40%蹴られてるんじゃなかろうか。あ、これもリプレイだ。12%あぶね。あ、リプレイ、リプレイ、リプレイ引かないと。おわっ、負けてる。ガが苦手なんだよ。なんかね、セイントセイヤの因果か。そうだ、3連勝してくださいって言われると3連勝できねえんだって。とりあえず飯食おう。一旦ご飯にじゃ行きますか、うん。さて、お昼ご飯、久々に大戸屋で体に良さそうな定食をいただきまして、ちなみに現在の、ビンゴの状況は、状況はこの通りです。多分ね、テロップで出たと思います。この通り。あ、私はまだ教えてもらえない。あなたが教えてるとつまんなくなってるんですよ。いや、だって
じゃあ分かりましたよ。ヒントを出しましょう、うん、現在、達成率 30% お、ね、3つ埋まってる。 30% ですかね。3つ、うん、1つもうちょっとあの達成困難なやつもありますね。え、うん、あと1つはめちゃくちゃ簡単に叶えられるのもあって、え、か達成困難、すげえ負ける。1つは達成困難なやつがもうちょっとありますね。すげえ負けるじゃない、すげえ負けるじゃないか、それすげえって5万負けるアバウトだなとりあえずこっち行くわ一旦。来た来た来た、チャンスアップ、チャンスアップ出てる、チャンスアップ出てるよ。リプレー、青来た、カットめ、嘘だ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 。さあどうなの、あー負けてる、どう、あーゲロ吐きそう。いやさすがにちょっとあれですね、むちゃくちゃ負けそうちゃん、さすがにちょっと3連敗はやりすぎですね。これはだからこうなってくるんですよ、うん、でも設定なのかと、まあ、少し厳しいなとか、まあ、多分ね、もちろんあのコースっていうのは勝ちやすいはずなんですよ、多分挙動的にね。そうですよね。でも勝ちやすくても薄いところ引き続けちゃったら負けるじゃないですか、はい、だからその辺が難しいところだとは思う、ぶっちゃけ。だ全然設定見えてこないんですよね。でも良くなってじゃないかっていう結論には至るよね。別に資産も出てないし、トロフィーも出てないしさ、で負けてるじゃん。まあね、で、まあ、でもそんなでかくはハマってないんだよね。チャンスアップ1回出てるけども、あ、いった、あ、いった、今日初の、俺行ったことねえもん、俺これ50ゲーム台。でもこれ当たった場合なんですよ、うん、これ1個じゃん、勝負になんなくない？いや、ぶっちゃけほぼ一緒よ。これ何なの？だってここで当たると金勝負玉1個もらえるから。で、あ、金勝負玉の存在を忘れていた、うん、で、勝負玉だと1個あればあれになるわけよ、必ず子役あれになるから、子役レベル2からは大使か。はい、赤赤赤赤、当たったね、これすげえ。強座号強座号3、あ、当たったのこれ、1出んのか、うまっうまっうまー、決まった、しかも2個、あっつあっつ、よっしゃもらった、バカうま、赤字もらった、さすがにこれは、あ、よし、ここ取ろう、これ金勝負玉、初めて見た、しゃーこれー、めちゃくちゃうまかったな今の、やるぞこれ、金勝負玉1個、普通の勝負玉3つ、絶対に勝つ、関松モード、まずこうでしょ、 OK 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 OK、オーケー、4までいった、3してさらにこれもう赤、うん、ドン、キン、よし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 、これがどういうことか分かるかい、これもう10だ、あ、そうだよね、とりあえず金勝負玉撃破になったから、はい、だから1戦目戦ってるやつで強地に引けば確定なわけよ。むむ、猶予が長い、よし、イルザーラ強地に引っ張ってきてみよう、勝ちやぞ、あ、惜しい、何の予告も出なかった、ジャギジャギに負ける、ジャギに負ける、いやいやいや、ここ勝ちやねん、あー残念、ここはもう、まずいですね、あー気持ちいい、音が気持ちいい、確定対決、さあこっからだ、レベルは4、いやー4は強いね、リプレイ引けなかったな、さあサウザーすごく微妙、リプレイを引くお仕事です、
リプレイを引っ越し事ですよ。おお、うめえ。とりあえずリプレイ上。うめえ。40%。はい、まだノーチャンスだ。うわあ、負けてるべ、負けてるってこれまだ。40%ダメ。よし。あ、確定。リプレイ以上、リプレイ以上なのに外れのデビルか。よし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 。おいー。オッケーオッケー。さあ、どうしよう。よし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 。40%。ナイスリプレイ。ファイナルジャッジメント。きた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 。ああ、スイカが。これならバトル中にしたいよね、どっちかというとね。まあそうね。ねスイカはね、65%になりますからね。強チェリーだったらもうここでもいいんだけど。おお、よし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 。2個だ。2個ね、2個、2個アップ。レベル4。25%。ああ、大事だね、ここの。トータル70%。よし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 。出るか。いや、このリプレイラッシュ怖いな。戦い中に引きたいな。止まらないんだったら。さあ、あーでもラオウ来た。あるよ、あるよ。ここで勝っててほしい。もう70%微妙。あー惜しい。でも青字だ、青字。チャンスチャンス、青字だ、チャンス。オーラは普通。あー健次郎先生。あーでも青、あー微妙。すげえ分かんない。勝ってるだろ、勝ってるだろ、勝ってるのかい、勝ってるだろ。リプレイ引かないの。あら、あぶねえ、あぶねえ。のけぞりながらレバーを押したわ。もう気持ち入りすぎて、こういう時にかけてリプレイ引けないのに。すげえ危ないのね。これじゃあ外れとかで勝ったのか。外れてもおかしくない。あーどうだ、まだ勝った。 25% ここ引いたわ。あ、じゃあファインプレイですね、さっきのね。よかった。さっきのトモリプレイ、トモリプレイ、ファインプレイ、ファインプレイ。あそこ2つタファインプレイですよ。投資2万。これでも2万だもんな。そうね、遊べるな。チャンス到来。北斗揃わねえかな。一回も見たことねえよ。俺も見たことない。人のやつも見たことねえ。さあどっち。これデフォルトモードとシンプルモードは何が違うんですか。シンプルはあのモードとか上がってるとか、あのラウンド演出が起き次第何かしらもらえる。デフォルトは煽り付き、はいはい、まあ、シンプルは煽りなしとかね。後告知も意外と面白いけどね。僕ねやったことないです、まだ。後告知1回やってる。後告知ばっかやってます。よし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 。だからこういう風に演出起きただけでモードが上がるか、はいはい、何かしらいるっていう。チャンス目ですね。ステージが上がる。あー、なるほど。演出が起きれば何かしらが起こる。1000枚欲しいわけですよね。欲しい1000枚。やっぱもう当然のごとくラオウ昇天はね。あー、ラオウ昇天、ね、一応ね感想ってことだべ。要するにだってゴッド打つ時のゴッドって書くようなもんですからね。だから北斗揃いってのがあるかどうかだよね。北斗揃いは無理だと思うんだよね。完走を目指してやってもらえれば。あ、凍ってる、気持ちいい。これ大好き、これが大好き、凍ってる、これが大好き、ジャンキー大好き。たまんないよね、たまんない。こうあれあれあれってなるやつね。大好き大好き。結構俺凝視しちゃうもん。ボタン赤のまんまの時あんだよね。あ、これ上がるだすけど。おお、ユリアラウンド追加。いいよ。ラウンド4きた。激闘の僕が一番好き。ジャッキーラウンド。赤はほぼ勝つよね。勝つ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 。赤タイトルね。あとはどこで固まるのか。プラス20。あと告知か。あ、そういうことね。プラス10。あ、そういうこと。プラス5。あ、分かりやすいね。
はい、5今45、はい、5 15 65、あー凍ってる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 、あー気持ちいい気持ちいい途中でアミバ入ってきちゃうから全然みんなと戦わねえんだけど何式に出来上がったてめえっつって完全告知しちゃうからアミバ来ちゃいます。あとはじゃあビンゴ何があると思いますか。逆に埋まったやつを教えてもらうことはできないと。おー、ラウンド2、熱っ。今、うん、4つ埋まってます。4つ埋まってる。はい、4つ埋まってます。何だと思いますか。初当たりを引くないな。違います。1戦目で負ける。違います。3戦目で負ける。違います。ないのそれ。え、マジ。はい。え、ラオウに勝つ。ないです。真に勝つ。ないです。すごくないですか。でもよく埋まってるんですよ。何やってんの。シャウザーに勝つ。ないです。はじゃあ真ん中だけ教えましょう。お、真ん中出生チャンス100ポイントあ、はい、出るのでね。なるほどね、はい。あとは考えてみてください。焦点が入ってそうだな。ラオス。何もない。完全告知なり遅い。あれ、いや、いるいる、絶対いる。あれ、ほら、あー固まった。またおめえか、この野郎。ラオウとケンシロウが戦ってるタイミングでお前どの面下げて、お前どの面下げてちゃちゃ入れに来やがったんだお前。でもすごいよね、ストーリーガムシか。お前ことの件によって、うん、アミーブが出たら確定っていう印象すごい。うわ、ここ怪しい。進化サウザーだぞ、これ怪しいぞ。これがね、これで青タイトルが一番怖い。意外とこれ、いや、これ新サウザーはほぼ青だよ。でもここで完全告知は生きるよね。押せなくなった時の嬉しさこのサウザーとか死んだ時のこれがすげえ好き。うわー、中段中に欲しい。この強中に欲しい。へい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 。600まで終わるんですか。へいへいへい。あーあー、すごいベル。あー、押せちゃう。押せないがないとダメ。押せる押せる。これで勝つパターン見たことないもん、未だに俺。いや、あるはある、全然あるはあるんだけど。おお、来たー。しかも時来たー。時復活来たー。レアー。ナイス時兄さん。いや、今のは助かりましたね。今のはあるね、復活あるね。復活演出ございません。ないんだね。ございません。あー、ラウンド出てきた。ギリア。ズビッシュ。うまい。シュシュシュ。さあ、大丈夫だ。ラオウはいけるべ。中段中で引いてるし。さあ、どこで固まる。さすがにこれはいるぞ。押せちゃう。オッケー。いい。下バネフラッシュ、気持ちいい。気持ちいい。この演出めちゃくちゃ好きだな俺。気持ちいいな。よし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 。いいぞ。これはプラス領域が見えてきた。今790枚。お、ラウンド来い、ラウンド来い、ラウンド来い、来たー。おお、これは1000枚いくぞ。よし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 。あー、死ん。嘘だべ。ラウンド2回やって死ん出てくるって、これさすがにやべえ。これマジ多分ここはもう引かねえと無理なやつだ多分。継続力じゃないと。さあ引こう。中段チェリーを引く。おお、たまらん。あ、たまらん。
あ、これ完全告知、超楽しくないこれ。今だっていないと思ってたじゃん。今のはもう確実に終わりだ。で、固まるっていう気持ちよさ。よっしゃよっしゃよっしゃ。ある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 いやー出んの早いわ。こんまいどん。よし。あら出ちゃうパターンあるねこれ。可能性あるね。これ出ちゃうパターンあるね。可能性ある。一線を越えた可能性あるよこれ。出ちゃうパターンあるな。これいったんじゃない。これ抜けたな。これ多分セクション越えしたよこれ。いいとこ入ったぞこれ。これ天城越えしたよ多分。あなたと歌の使い方なのかな。天城越え歌うってのがもしかして入ってると思って。おー気持ちいい。よしいいいい。検証これマジであるぞ。焦点ワンチャンあります。さあ完走まであと800枚。ついにラオウのお膝元までやってきました。首を洗って待っているラオウ。ラウンド22これいったな。もうそこジャギさん踏んでるな。ジャギさんうわお。リアクもろた。うわお、うわお、気持ちいい。あの出目がさ、もう絶対無理っていう時に出てみ。あ気持ちいい。瀬戸際っていう時に出てみ。シートがサウザー相手に。さあ、焦点まで行くのか。さあ、どうですか今。もう間もなく1900枚、残り500枚を切ろうとしておりますけれども、ステージアップ。これはもう行くだろうな。勢いがある、明らかに勢いがあるもん。1900枚突破。いや、ここまで来たら行きたいぞ。来たいね。よし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 。27ラウンド。すげえ。急にだよな。あらら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 ら。2000枚超えました。あらら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 ら。始まるんじゃないでしょうか。おそらくこのラウンド終、まだか、まだなのか。何枚でいくんだっけな。あ、演出出てる。あ、ラウンド上がるわ。あ、まだいる、まだいる。あ、もうこれいったべ、このままいくべこれ。初焦点。おいおい、初焦点ですか。初焦点です。なんかやらしいね、初焦点って。なんか初めての、初めての焦点。初めての焦点。あきたー。どうしてほしい。エクストラきたー。もろったわ。これいったべ。あー来るぞ来るぞこれ。ラオウじゃないか。まだ出さない、まだ出さない。うわー、もうこの辺はなんかおまけ付きみたいになってそうだな。まあ可能性あるね。なんかもういいっすよ。じゃあ、あとは、はい、じゃあお楽しみくださいと。おまけ付きみたいな。でしかも投信ステージで勝つことが決まってるから、うん、これはもういったね、さすがに。出ましたラオウ。来たか。あ、これはもしかして最後の戦いになるんじゃないでしょうか。あったまらん。うわこうなるんだね。フリーズみたいになるんだ。うわ、何邪魔だった今。今のキュンっていうの見たかったね。すげえ。いやいった、来ました。やっぱ焦点はこっちだよな。あー、我らの最後の分かるとなる。いきますよ。いいよ、来るよ来るよ。超軽ラオウ来ますよ。天に目線剣士の来るよ。うわー、かっこいい。強そう。来るぞ来るよ。天に目線剣士が出た。全部避けてゴリー
ドワーフど真ん中を突き抜かれた。ドワーフ、あーかっこいい、あーいやかっこいい、腕太出ました、スーパー名人出ました。皆さんこれが感想です。のめり込みには注意、最後ちらっと出ましたけど一瞬だけ、いやでものめり込んじゃうこんなん、いやー取っとこう、気持ちいいでしょだってこんなん。ユリアさん綺麗ですね、綺麗ですね、いやー感想素晴らしい、ありがとう。いや2400枚だもんね、最高だな、一瞬で2400枚出た、2万投手からの生還。ビンゴがもうビンゴしてるんじゃないかっていう説あるよね。さすがに焦点で埋まったべ。今でいや今やってないんだったらもう無理よ。これ以上。じゃあもうね後半なんて言っちゃいますけど、うん、もう私がもうだって書いてるわけですから、もう毎回絶対入ってる項目、何かを飲むっていうのありますやっぱり。何かを飲むっていうのは。僕最近ブラックも飲むからさ。むむ。そうボスもブラ全部飲むんだよ最近は。うん、で飯屋とはブラックコーヒー。は多いんですけど、ブロックが今手元にないわけ、ないですねブロック、ね、一応飲んで俺もうお腹タプタプなんだけど、いやでも前回もそういう感じじゃなくて一応飲んでましたけど、ね、調達で買ってきてもらおうかな、結構別に飲もう並々なんだけどお腹いらないんだよ、実際全然いらないんだけど、あじゃあいただきます。調達にコーヒーをおごるっていうのもあるんだ、今おごったからね調達、ね、をね、うん、使うっていう、今おごったね、今日当てに来ている翔太くんがいますからね、うん、うまい、うまい、モズブラックさっぱりしてるわ、キリッとしてる、あとはもうねえよ、あともう俺がやることはねえ、そんなに芸がねえ、さあほいでは見事商店までたどり着きまして、サマエも十分プラス、あとは、ビンゴがどんだけ埋まってるか、うん、それを外で確認したいと思います。お疲れでした、お疲れでした、だが実践終了、はいどうも、というわけで、本日は、ベルシティの川崎さんにやってきましたけれども、はい、急遽開催された夏ママということでですね、ビンゴなんかやりつつ今日は寝台の、北斗天章を打ってきましたけれども、うん、まあ、まずは、実践の収支の方ですね、1台打ち切りまして、途中かなり激闘ボーナスに苦しんだところあるんですが、うん、最後、飯食った後午後、一発完走、頂点まで無事抜きまして、うん、投資が2万円960枚、うん、で回収が、2288枚です、ね、およよよプラスの1328枚ということで、あらららららら、いやいやスラッとしっかり大逆転、まあ、これが6号機ですよね、だからもう負けないね、うん、まあ、やっぱ回っちゃうから2000枚出たらまあ負けんよね、まあ、言うてね設定推測的にはまあ何も分かんないんですけど、多分1ではないだろうと、うん、まあ、1だともうちょいしんどいっていうか700まで連れてかれるんで、うんうんうん、でまあ6でもねえか、6だともうちょっと激闘ボーナス抜けるんじゃないかなっていう感覚なんで、そうだね、うん、間ぐらいかなと、3とか4とか、急になんかね、あんなに続くなんかなんかあるね、いや途中で一発であのきついところを子役でストーンって抜けちゃえば、うん、そこだね、うん、あとはあんな感じになる、800枚付近ぐらいのとこね、うん、800枚から1000枚ぐらいのとこに多分あるでしょうね、なんかね、いやでも今日はねお見事でございました、お見事でした。さあということでビンゴ、ビンゴの方なんですけども、むむと分かりましょう、惜しかったな、相当しコンプリートの可能性あった、コンプリートの可能性あった開けるわ、確かにね、コンプリートの可能性あったよ、途中まで昼飯前までコンプリートの可能性あった、あほんまだ、ラーメンを食うがね多分ね俺もう無理かなってなっちゃった途中で、あ惜しかったですね、ま、負けるっていう負けるっていうのはちょっとあれですけど心外ですけどね、最後ねブラックコーヒーもちゃんとしっかりね、逆じゃない、勝つじゃない、いや、うん、こうなっちゃうよ、あの いい実践したらこうなっちゃう、いやなんかなりがちじゃないですか、まあね全部やった上で、でもこれ出して負けるってよっぽどだね、うん、これ無茶じゃない、これここ無茶だよ、このラインね、このライン無茶だよ、確かに今日はだから1ライン2ライン3ラインビンゴですね、 OK、はい、素晴らしい、すごい素晴らしいです、
意外としっかり形になりました、はい、なんとというわけで、今回のなすがままにが、2019年最後のこれが放送ということで、そうなんですよ、また2020年ぜひとも、うん、番組でお会いできればと思います。ごひいきにごひいきにお願いいたしま す, お願いします。2019年もいろんなことがありましたけれども、何度かやってこれましたので皆様のおかげさまでございます。また来年は何年ですか、2020年は。あ、もう全然わかんないですね。わかんないですね。全然わかんないですね。今年が何年だったかも覚えてないんだ、ね、全くわかんない。本当にわかんない。鳥ダグがねえもんだっつってる。それでは、はい、年越して2020年1月にお会いいたしましょう。おーい、今年は大変お世話になりました。良いお年を。良いお年を皆さん。